こんにちは、レバナス1本リーマンと申します。本日もアイフリーレバレッジナスダック100、通称レバナスに2000万投資した運用成績を公開していきます。先日の第7回の資産公開で謝罪動画を出させていただきましたが、内容としては2週間で200万円の利益を出したにもかかわらず、このチャンネルを見ていただいている方で、そこまで爆発的にレバナスによって利益を出していないのが実情です。まだまだレバナスの良さを皆様にご理解していただけないのは、一えに私の説明不足でございます。毎回申し上げていますが、このチャンネルの趣旨は、 皆様の資産を単に増やすことではありませんこのチャンネルの趣旨は皆様の資産を爆発的に増やすことですよって今回の動画ではレバナスで誤解されていることをしっかり皆様に解説し理解していただこうという内容です初めましての方私はアイフ e e l e v e r a g e n a 通称レバナス2000万円を投資してその運用成績を公開しているレバナス一本リーマンと申します このチャンネルでは、レバナスに2000万投資した運用成績を公開しつつ、普通の投資系 YouTuber とはちょっと違った視点で、スパイシーな投資系情報を発信していくチャンネルで、皆様の資産を爆発的に増加させることを目的としております。もしこの動画を見て、ちょっとでもレバナスに興味が出た方は、チャンネル登録および通知ボタンを設定いただければ幸いです。 プロフィールはこんな感じになっていますが、説明する時間は取りません。気になる方は動画を止めるか、第1回の動画を参照願います。まずはじめに誤解を解く前に言わないといけないのは、これを見ている方の資産を全額レバナスに突っ込めという内容ではありません。 この動画の趣旨は、しっかりとリスクを理解し、過去のチャートと今後のイベントをしっかり理解した上で、レバナスに対する漠然とした恐怖を定量的に把握し、余剰資金にて運用しましょうという内容です。この動画は余剰資金がある方に向けた情報なので、申し訳ありませんが、余剰資金がなく、コロナなどの今現在の生活資金が枯渇している方には対象としておりません。そういう方にはレバナスは向きませんので、まずは現在の生活基盤を整えた上で、この動画を参考にしていただければと思います。 ここに関しては別の動画で解説したいと思います。では本題です。レバナスに対する誤解は大きく2種類に分類できます。テクニカルの視点とファンダメンタルの視点です。どちらかというとテクニカルの視点での誤解の方が大きいと思いますので、そちらの誤解を先に解きたいと思います。まず1つ目、テクニカル視点での誤解。テクニカルな誤解の中にも2種類の誤解があります。1、価格変動を繰り返すと値段が下がる。 レバレッジがかかった商品のチャートが下がった後で、その後上がって元の値段に戻っても元の基準価格より下がると言われていることです。これは半分正解で半分誤解があります。通常の指数のレバレッジ商品という概念では正しい説明ですが、ナスダックという指数に関しては半分間違いになります。なぜならばナスダックはこれまで右肩上がりのチャートだからです。通常のボックス圏内のチャートであれば先ほど申し上げた。概念は正解ですが、ナスダックは違います。右肩上がりです。 では、ナスダックのような右肩上がりのチャートはどうなるのでしょうか。これは具体的な数値で表しています。これは金融庁がレバレッジ商品に注意しましょうという注意喚起を出したときのグラフです。 よくレバルチ商品での注意喚起するときにこのようなデータを使って説明される方が多いです。一般的な株価というのは上下動を繰り返すので、例1のように1日目は20%下がって2日目は25%上がって通常の指数が元の値段に戻ったときにレバナスでは1日目は40%下がって2日目は50%上がりますが、それでもレバルチの基準価格は元の値段にはならず10%低くなります。 例2でも同じように順番逆になって、今度は上がってから下がる例を示しておりますが、ここでも基準価格は元の値段にならず、マイナス10%となります。一見これを見ると、確かにレバレッジ商品は損をしているようなせっかくに陥ります。ただ、これはレバレッジ商品反対派の華麗なる数字のお遊びです。なぜならば、ブルのレバレッジをかけるような商品は、大体右肩上がりだからです。ナスダックも右肩上がりです。よって、ナスダックのように右肩上がりのグラフに関してはこのようになります。 1>, 1日目で20%上昇し、2日目はそこからさらに25%上昇する例を示します。通常の指数であれば、1日目は20%、2日目は基準日から50%増となります。2倍レバレッジなので、1日目の20%の2倍の40%、2日目は25%の2倍の50%増加し、それぞれ140と210になります。よってレバレッジの2日目は基準日の100から210に上がりましたので、倍率としては、 二百十引く百割る百かける百イコール百十パーセントとなります。五十パーセントの二倍の百パーセントにならずに、倍率としては二点二倍となります。これがレバナスで二倍以上の利益が発生するメカニズムです。よって、レバナスのような右肩上がりのチャートでは、価格変動を繰り返すと値段が下がるという情報は誤解で、実際の価格は基準より上昇するが正解となります。 では実際レバナスは NASDAQ 百指数の何倍になっているのかを検証してみますまずレバナスの設定開始日は2018年10月19日でしたので2018年10月19日の NASDAQ 百指数の終値は7107ドル23セントでした そこから9月3日時点でのナスダック百指数の割には15,652ドル86セントとなっておりますので倍率としては2.202倍となっておりますおよそ3年で2.2倍になっておりそれだけでもかなりいい運用成績だと思いますがレバナスの場合はどうなっているのでしょうか設定当時の基準価格は1万円だったのが9月3日時点での基準価格は38,494円となっており約3.85倍ですしかもたったの3年未満でです フリーザ様が私の戦闘力が53万ですとおっしゃった時くらいの衝撃だと思います当時2000万円投資していれば7690万円となりましたもっと昔からレバナスがあればその倍率はさらに上がっていた計算になりますよってレバレッジ商品は元の値段より下がるというのは全くのデマ情報でむしろ2.2倍上昇するナスダックに対してレバナスはそれ以上になっているが事実です次にテクニカル視点での誤解の2点目に関してです 暴落したら相当のダメージがあるという情報に関してご説明します。ここは少し定性的な話になりますが、最近の暴落にコロナショックという危機がありましたが、確かに暴落した時のレバノスのダメージは大きいです。2月20日時点で17,198円だったのが、約1ヶ月後の3月23日には8,532円となり、半分以下になりました。 また IT バブルではそれ以上のダメージがあるのは事実です IT バブル崩壊時レバナンスはまだ誕生しておりませんでしたがざっくり計算すると80%前後の投資額は吹っ飛びまた元の値段に戻るまで13年間が必要となりましたただしこの時から今の株価はどうなっているのでしょうか先ほどのコロナショック前の高値の1万7198円から2倍以上の上昇になっており底値からは4倍以上となっております大切なのでもう一度言います レバナスは約1年で4倍になるポテンシャルを秘めていますまた IT バブルから比べると10倍以上の上昇になっておりますここからわかるのは確かに暴落は心配ですがそれよりも未来はさらなる上昇が見込めもう少し言うとその暴落のタイミングで買い増していればその未来の暴落率はさらに上がることとなります 個人的には、この IT バブルのような相場は二度と来ないと思いますが、私の投資額2000万円が1000万円を切るような相場が来ると覚悟しております。レバナスを運用するのに必要なのは、忍耐と時間です。 特に下落相場でしっかりルールを決めた上で忍耐強く買い増しすることはレバナス投資に最も重要なことだと認識しております。ここの暴落の話の詳細は第8回でもご説明しておりますので、もう少し詳しく知りたい方は第8回の暴落を徹底検証した話を参照願います。テクニカルでの視点は以上となります。次にファンダメンタルズの観点での誤解です。 ここまで伸びたんだからナスダック100はもうバブルなのではとの誤解です。これはナスダック100の構成銘柄に分解して解説いたします。ナスダック100指数の構成銘柄は100社ありますが、実際はこの株価指数の約50%はガーファムとテスラです。そしてアップルは去年時価総額の世界トップに返り咲き、世界の時価総額ランキングの中でアマゾンは第3位、マイクロソフトは第4位、グーグルは第5位、Facebook は第6位と驚異的な巨大企業が名を連ねています。 また、テスラはトヨタの株価を抜き、自動車会社トップになるなど、ナスダック構成銘柄の代表格であるガーファムとテスラは異常なほどの成長です。グラフにナスダックの時価総額の割合を各社示しておりますが、アップルが1。2%でトップ microsoft と amazon が11%、google は7。.6%、facebook 4.2%テスラは3%となっております。また、ナスダック 100= イコールハイテク系と誤解されている方もいらっしゃると思いますが、これは間違いです。 実際は金融を除いた時価総額上位100社です。確かにハイテク系は多いのですが、金融は除かれています。セクターエクスポージャーを SP500 と比較して見てみるとわかります。セクターエクスポージャーというのは指数を構成する業種比率のことで、ナスダック1 0 0はテクノロジーやサービスに比重を置いているのに対して、SP500 は金融がテクノロジーの次に多い業種であることがわかります。 ちなみにこの SP500 というのは、ウォーレン・バフェットが私が死んだら SP500 に投資しなさいというほど優秀な株価指数でございます。これは何を意味するのでしょうかリーマンショックのような金融危機が発生した場合、他の指数、特に S&P500 と比べると、金融株の影響はもろには受けません。 一切受けないとは言いませんが、基本的には希薄化します。また余談ですが、石油・ガスセクターも少ないため、エネルギー市場の混乱の影響も低く、中東でテロ使用が石油ショックがあろうが、影響は非常に限定的です。このセクター優位差によって、金融ショックでどのように強みを発揮したか見てみましょう。前回の金融ショックである2007年のリーマンショックをテクニカルな観点で SP500 と比較いたします。 NASDAQ100 は2007年10月31日の高値2238.98ドルから53.7%下落し2008年11月20日に1036.51ドルの安値になりました一方 S&P500 は2007年10月9日の高値1565.15ドルから56.8%下落し 2009年3月9日に676.53ドルに安値をつけました。一見下落率がちょっとナスダック100の方が少しだけいいように見えますが、気にすべきはそこからの回復力です。ナスダック100は SP500 よりも4ヶ月も早く立ちなっています。また、このグラフはリーマンショック発生時の SP500 とナスダック100のボラティリティインデックスの推移を表しています。 基本的にはどちらもアメリカの指数ですので同じ動きをしますが全期間においてボラティリティはナスダック100の方が低いことが分かりますその期間は営業日で80%の確率でその傾向になっておりますではなぜナスダック100は金融危機の際にボラティリティが比較的に低いのでしょうか要因の一つとしてはナスダック100指数のファンダメンタルズの良さですこの表は IT バブル崩壊後の2003年から2019年にかけてのファンダメンタルズの主な指標をナスダック100指数と SP500 指数で比較して記載しております ナスダック100の1株当たりの利益は22倍に上昇し、売上も6.5倍に上昇、また、配当はなんと40倍に成長しております。それに対して SP500 は4倍、2倍、3.5倍と大幅にナスダック100が上回っております。ナスダック100指数の構成銘柄は、将来的に来るであろう不況に対して、しっかりした筋肉質のファンダメンタルズで対応していることがわかります。 また、負債に対する現金比率に関しても、ナスダック100は63%だったのに対して、SP500 は29%しかありません。また、その負債額はナスダック100は1.3兆ドルに対して、SP500 は6.1兆ドルもあることから、財務面で非常に優れている企業100社であることがわかります。現金を豊富に保有しているということは、景気後退時の氷河期になっても、利益が減少したとしても、財務の安定性を担保していることを証明しております。 また、前回の動画でも少し触れましたが、GAFAM はこれからの世の中で、絶対的に必要なインフラ基盤を提供しつつ、世の中に必要なサービスを臨機応変に提供するため、携帯を随時柔軟に変えている企業体です。例えばコロナが起きた現在は、パンデミックな世の中に対応するため、積極的な投資をし、莫大なリターンを得ています。具体的に申し上げると、Google によるクラウド移行支援の企業買収、Apple による VR 企業の Spaces、NextVR の買収、Facebook によるインドの EC 企業への展開を狙った ジオプラットフォームへの出資アマゾンによる自動運転技術開発企業の買収このような積極的な研究開発への投資やスタートアップ企業の買収出資が今後もナスダック100の成長を加速的に飛躍させることと考えております以上がレバナス一本リーマンが思うナスダック100はまだまだバブルではなくむしろ現在が割安であると思う根拠でございますここまで偉そうにレバナスの誤解を解説してきましたがマイナスだったら笑っちゃいますよね安心してくださいちゃんと本日も過去最高益の利益を叩き出しています このチャンネルを始めた頃、2000万円も突っ込むなんてバカだな、ギャンブルだな、と罵倒されていた私の運用益を公開いたします。これが日本時間9月6日時点での運用益です。投資額2000万円に対して2232万8980円となり、評価損益は232万8818円となりました。初の230万超えです。 本日もいつものように最高益を出し続けていますが、別に私が特別なことをしているわけでも、難易度の高いテクニックを使っているわけでもありません。ただ、正しいタイミングでレバナスを買い、それを保有し続けている。それだけです。私のチャンネルでこれまでとにかく黙ってレバナスを買いなさいと申し上げてきましたが、私の言った通りに買っていれば、割合的には10%以上の利益は出ていると思います。ただ、今後、 テーパリング発表のタイミングで調整局面が出てくると思います。そのタイミングまでは、てこでも動かない価値をし続け、調整局面で一気に入れたいと思います。レバレッジなだけに。その調整局面の買いのタイミングは今後、動画で皆様と共有したいと思いますので、タイムリーでそのタイミングを知りたい方は、チャンネル登録および通知ボタンのベルマークを押していただければいいかなと思います。ちなみに皆さん、230万円の利益ごときで騒ぐのはまだまだですよ。 こんなのは1ヶ月未満で稼げています。レバナスはこんなもんじゃありません。数年後、1億は突破するまでこのチャンネルは終わりませんし、そこまでお見せいたします。レバナスを運用するのに特別な知識も毎日の出勤も必要ありません。必要なのは忍耐と時間のみです。まだまだレバナスの情報や知識を私は語り尽くせれていませんので、 今後も買いのタイミングも含めて動画をアップしていきます。何度も言って皆さんも聞き飽きていると思いますが、この2000万円のレバナスを売ったらこのチャンネルは削除します。それくらい私はレバナスを調べ尽くし、レバナスに対する過去の大暴落の検証もし、レバナスの日々の基準価格も暗記するくらいチャートを見てきました。その上でレバナスに2000万円を投資しています。なんとなく2000万円を投資しているわけではありませんし、数年以内に1億、いやもっと先をお見せいたします。 ですので、レバランスに興味を持っている方、次の買いタイミングで買い増し,したい方、ぜひチャンネル登録をしていただき、今後も私と一緒に資産を増やしていきましょう。それではご視聴ありがとうございました。